歩行者天国。歩行者天国とは、都市、街の歩行者空間の一種。歩行者の安全や健康に配慮して設計された、ルートやエリアを歩行者空間という。歩行者空間系のアメニティの要素としては、歩行者空間には歩行者道、自動車が最適制御されている道路、公園、広場、街具等をすべて含む。歩行者天国は、モールの一種であるが、英語で、 単に、モールと称する場合には、自動車をすべて排除しているもの、バスやタクシーのみを通行可能としているもの、一般車も通行可能なものなどがあり、各地域の地域性や交通条件に合わせた形態が生み出されている。車両の侵入を禁じたモールを、ペデストリアンモール、フルモールという、世界で初めて商業街路での車両の通行を禁止したのは1930年に、 ドイツのエッセンにあるリンベッカー通りであったと入れている。また、世界で、初めて登場したのは、第二次世界大戦が終わって間もない頃とも言われており、西ドイツの商店街が最初だったとも、オランダのロッテルダムの商店街が最初だったともわれ、期限については、諸説ある。日本では、車両通行止めの規制を行い、車道部分を含めた、道路全体を歩行者用道路として歩行者が、 歩けるようにする警察署による措置を歩行者天国という、主に日曜日に実施されることから日曜遊歩道とも呼ばれ、曜日、時間帯を指定して実施されるもののほか、数年前日実施されるものもある。日本語の歩行者天国は、英語では、ペデストリアン、カー、フリーモール、またはビークル、フリー、プロムナードと訳される。ただし、ペデストリアンモール、 フルモールは日本では道路法上の歩行者専用道路として実施されることもあり、道路交通法上の歩行者用道路、道路交通法大救条として実施される歩行者天国とは根拠法令や定義が異なる。日本では高度経済成長時代の当時、自動車の急増による事故の急増、いわゆる交通戦争や環境問題への配慮により、 道路交通を車優先から歩行者中心の交通への転換が求められた時期であり、そのきっかけとしてスタートしたのが始まりである。歩行者天国は道路全体を歩行者用道路とすることから、交差点などによる人の流れの妨害を阻止し、近隣の商業地の発展に寄与できるであろうとされた。また、排ガスや騒音といった交通妨害の一時的な防止になり、 開放的なイメージにもなるため、観光客や買い物客の増加につながるとも考えられた。日本初の歩行者天国がどれであるかは、諸説あるものの、歩行者天国という名称が、一般的になる前から裏通りを中心に何回か実施されており、東京では1887年、明治20年に、神楽坂、牛込区、原神塾区の縁日で、初めて実施されたと言われている。 1950年には新宿駅東口前通りで自動車が締め出され、1958年には神田の東高野町で日曜、祝日に道路を柵で仕切り子供たちの遊び場として、被げした遊戯道路というものが設けられたこともある。遊戯道路はその後都内に広がっている。その後、1962年には高東区で一定時間通行制限を実施した。 パートタイム規制を行われていい。大規模なものは1969年、昭和44年8月6日から12日間、北海道旭川市平和2で実験的に実施されたのが始まりである。東京都内では、美野部良吉知事、当時の提唱で、1970年、昭和45年8月2日に、銀座、新宿、池袋、浅草の4地区で、 初めて実施され、四大繁華街の目抜き通りで、午前十時から午後五時まで、車道を歩行者に開放する試みがされた。この日は日曜日とあり、東京発の歩行者天国では、普段の日曜日の二点四倍に当たる七十八万五千人の人出があり、銀座では十倍の二十三万人の人出で賑わい、真夏の炎天下ということもあったことから、植木やビーチパラソルや円台、 ビニール製プールまでもが登場し、道路上に座り込んで弁当を広げる若者もいたという、非日常的な光景があちこちで繰り広げられた。また、ほぼ同時期に、神戸、甘崎、姫路でも歩行者天国が実現している。大規模な歩行者天国が東京で実施された背景には、当時はモータリゼーションによって自動車が急増した時代で、道路は 車道と歩道の分離などの安全対策が追いついていなかったことなどから、歩行者の交通事故死が大変多く交通戦争の後も生まれた。1970年には交通事故死が史上最多を記録しており、警視庁が温度をとって各商展開に協力を求め、歩行者天国を強力に推進したのも、交通安全のための苦肉の策であった。その後、 1972年6月1日には、日本初の高級的な歩行者天国として、旭川市平和通海物公園が開設された。歩行者天国が実施された道路は、道路の一酸化炭素や騒音が激減し、環境に良いことが実証され、成功を収めたことが大きな話題となったことから、全国の都市へと広まっていった。歩行者天国が誕生したことで、 これまでは、はしたないとされた路上で歩きながら飲食をする、いわゆる買い食いが日常の中で当たり前の出来事になっていった。またマクドナルドや日清食品のカップヌードルといった食品、おもちゃのアメリカンクラッカーなど歩行者天国から新しいトレンドが発信された。2000年代に入ると、種事の諸問題。 歩行者天国が与える影響を参照が発生したことから地域によっては地元から歩行者天国を中止する要望が出されるようにもなり日時を指定して行うものについては廃止されたり当初より規模を縮小されることが多くなった歩行者天国で通行止めになった道路は2008年度末で541本で10年前1998年のほぼ半分に減っていると されている。一方で、商店街の活性化を期待して新たに実施される例も見られる。秋葉原の歩行者天国は2008年に起きた通り魔事件を契機に休止していたが、2011年1月23日に再開された。同日は10万人の人が利用した。巷では略称である、歩行店という呼び名もかなり普及したが、この出店、書室は不明である。 歩行者天国という故障の由来は不明だが、1966年に、すでに朝日新聞でこの名称が使われている。朝日新聞で使われた当時、天国には交換の持てるイメージがあり、様々な商品名、施設名の名称に使われたことで、それらの価値が高くなるからと、自称、昭和レトロ研究家の串松とは、個人的に分析している。繁華街や、 商店街では、日曜日や夕方などの人通りが多い時間帯に、歩行者天国が行われているのが見られる。歩行者天国を実施する理由は様々あるが、主に大学、高等学校などの休み時間に学生が多く、路上に溢れるために、その時間のみ行うもの、繁華街の一定の時間に実施商業の発展を狙ったもの、祭りなどの行事のために一時的に道路を規制すもの、 商店街に車を通さないことを目的としたもの、子供が路上で遊べるように道路を規制したものが挙げられる。大規模なものは警察署は実施と解除時にアナウンスを行い、それより前の時間には規制道路に路上駐車している車の一斉排除を行う。もし駐車違反をしていれば、取り締まりを駐車、停車している車で運転手が特定されれば、一台一台の 車に対し警告を行う。もし、無視すると強制移動されて、反則ギップを取られる。また、規制対象道路を走行している車があれば、道路から退避するよう促す。規制道路を走るバス路線は迂回規制を行うか、浅草の三車祭の規制のように特例として、バスだけ、スバーエもある。歩行者天国といえども、交差する主要道路は規制しないため、 交差する道路から侵入されないよう、建て看板や案内板を置き、場合によっては警察官を配備して監視を行う。解除時は警察署によるアナウンスがあるが必ずしも全ての人間に行き渡らないため、解除時間を知らない歩行者が道路を歩いている時に自動車が通ってしまうなど危険なこともあるため注意が要である。また、雨天など悪天候の時は中止になる場合もある。 この場合諸葛警察署の裁量に委ねられる。商店街など地域に密着した小規模なものは諸葛警察署が規制を行う場合もあるが、警察官を配備しなくても道路標識によって一定時間に歩行者専用道路となるように規制をかける方式が一般的ある。また多くの商店街では近隣住民や商店主によって立て看板を設置し、 侵入できないような対策がなされている。なお、自動車運転支障行為処罰法、平成25年11月27日法律第86号の施行により、自動車、原動着付自転車を運転し、歩行者天国の規制に違反して、交通事故を起こし人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪、通行禁止道路運転として、最長で20年以下の懲役、 荷重により、最長30年以下に処されることとなっている。下記のように歩行者天国には、様々な影響が生じるため、原宿など一部の地域では歩行者天国を廃止している。その一方で、廃止すると街の活気がなくなったり、歩道から人が溢れて危険な状態となるとの意見も、ある。東京、原宿では、タケノコ族、ローラー族や、ストリートパフォーマーなど、 若者文化の発信地となり、彼らの活動はメディアで多く取り上げられ、話題となり、街全体に活気を与えていた。1980年代末からは、歩行天発のバンドブームに伴って、多数のバンドが路上演奏をするようになり、彼らの出す騒音や見物人の出すゴミに対して、地元から苦情が出され、後に歩行者天国が廃止に至る、原因の一つとなった。 秋葉原では2005年の秋葉原ブームの頃から路上パフォーマンス、コスプレイヤーも含むが増え、彼らとそれを取り囲むカメ子や見物人が通行の妨げになっているとして問題となっていた。パフォーマンスは一部で加熱し、2008年には秋葉原の路上で路上撮影会と称して下着を見せたとして自称グラビアアイドルの女性が警視庁に逮捕されている。この時、 ローアングラーと呼ばれる低いアングルからパフォーマーの女性を撮影するカメコが多くのメディアで取り上げられ、その集団が街の風紀を乱しているとして批判された。歩行者天国では都市の中心部に大勢の人が集中するという状況になるため、時に通り前やテロの対象となることがある。日本では2005年4月2日、仙台アーケード街と12月25日、 仙台市道南公院朝鮮に仙台市で2回発生した暴走事件や2008年6月8日に秋葉原で発生した通り魔などで大勢の通行人が犠牲となり防犯上の問題点が明らかになり秋葉原では歩行者天国が一時中止になったこのため仙台ではアーケードに車両の乗り入れができないようにする秋葉原では防犯カメラを設置するなどの対策が取られた 休日といえども、道路を迂回させられることにより、周辺道路が混雑する場合があり、近隣住民などからの苦情を招くことがある。路線バスでは、所定の経路上に歩行者天国が実施される区間がある場合は、迂回路を設定したり、実施時間帯はその区間のみ運休して、前後の区間で折り返し運行を行ったりする例が見られる。またバス停留所についても、 迂回路上に歩行者天国実施時間帯専用の停留所を設置して対応することがある。例として、都営バスでは、早77系統と、品97系統について、途中で経由する新宿通りが歩行者天国となる時間帯のみ、一本北側の安国通り経由に変更される。迂回時間帯専用の停留所が設置されているほか、行き先表示器にも迂回運行を示す。 プロムナードの5が表示される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。